皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。2023年9月6日、21時、21分、まあ先ほど帰ってきて、まあパソコンに新たにアップロードしたり、まあそういう作業に今入ってまして、まあちょっと電波でね、いろいろ聞こえてくる声、まあ岸田さんもカジノ反対派なんですよ。万博も本当は反対派で、それで俺らも捕まるわとかいう、そういう電波のね声、時間軸つなげて多分コンピューターが伝えてきてるんだと思うんですけども、まあ今日岸田総理についてという内容をアップロードしました。まあそれによってそうだと思うんですけども、もともとカジノ云々に関しては、まあ芸人のザコバというものがそこまで行って委員会に出てきて、人の財布に手突っ込むようなことをごちゃごちゃとか何か僕に向かって言い始めて、僕はテレビに向かって言う方法で、ある程度そこまで行って委員会の人たちと長年会話しています。時間軸超えてね。でその人はそういうふうなことを言い始めて、多分その人は遊びすぎてたんでしょうね。もうおじいさんだからさっさとテレビ出さなかったらよかったんですよ。でそれでカジノ法案が進んでしまったんですよ、もともとね。だから自民党とか、まあ現在名称立憲民主党、まあ以前の名称民主党の人とか、まあ共産党とか他いろいろあると思いますよ。で皆さんの中で本当にカジノ賛成した人どれぐらいいますっていう話なんですよ。昔遡ってね、もちろん維新の会とかもそうですよ。僕ははっきりと言ってます、だいぶ前から万博そのものがいらないって、国際条約から万博などいらないって、ホームページにもしっかりと削除したい法律のところで、条約、国際条約も法律なんです。いいですか、規則も法律です。で、条例、これも法律です。まあもちろんその他いろんな法律もありますけども、日本国憲法とかね、それも法律です。日本国憲法をもとに各法律が出来上がってるんですけども、まあ、カジノ法案が出来上がった時に、とにかくあの時は外交を固めようとして、安倍さんを地球不歓議外交ということでいろんな国に回っていただきました。ものすごく大変です。で、水面下でもトランプ大統領とかに、ね、北朝鮮と韓国の首脳会談を行ってもらったり、それは水面下で、まあ、僕からの提案、それはもう僕からの提案なんですけども、習近平国家主席やプーチン大統領の方にもそれ伝えたんですよ。でまあ後押ししていただいて、まあ北朝鮮の方もね、最初まず習近平国家主席と首脳会談開いて、で実際会っていろいろ話聞いて、でまあ僕も直接その安倍さんとかに電話かけれるわけじゃないので、意思疎通が難しいのと、で安倍さんはあの頃トランプさんの時は、まあトランプ大統領とゴルフをしたりとかの頃ですよね。まあいくらか腹割った話をするときに、ある程度ああいう方に仲良くならなかったら何かしてね、全く真面目な話ばかりだと真面目な話での関係にしかならなくなって、電話かけにくいんですよ、気軽さがなくなって。でだからある程度外交外遊みたいな形にもなるんですけども、安倍さんもいろんなところ飛び回ってもらいましたから、バルト三国とか、皆さん分かります？バルト三国ってロシアと、まあ北欧の方のね、ノルウェー、フィンランドとかあの辺りの国との、まあ、間ぐらいのところに、まあバルト三国という国、小さな国がね3つあるんですけども、人口はね数百万人、案外ね、モンゴルとかも300万人とかなんですよ、少し前のデータで、人口。だからね、まあ、安倍さんの時は、インドのモディ首相と、まだ、まあ、インドとの関係改善とかにも動いていただきましたし、ま
まあ新車を携えてアメリカの方にリニアモーターカーを進めに行っていただいたんですよ。もうその時はオバマ大統領の頃なんですけども、あの安倍さんももうちょっと冷や汗が出てるような、汗がこうちょっと出てるような形で、まあ新車を携えてるんですよね。だからエネルギーの残存量問題とかで、まあどういうふうな考え方があったのかというところ、まあ緊張されてたのかもしれませんし、それは私の方から提案しました。新章を携えてでも持っていくべき内容であると、まあ安倍さんよろしくお願いいたしますと、まあそういうことで安倍総理にお願いいたしました。それはインドとかにも同じですね。あのインドネシアもそうなんですけども、まあそのあたりは新幹線などですね。インドネシアは今のところは新幹線で様子を見てるような状態ですね。結局、これね、あんまり細かいことを言い始めると難しいと思うんですけども、パンタグラフっていうものがあるんですね。電車の、上に電線通してるんですよ。で、パンタグラフっていう、どう言ったらいいですかね、こういうもの。あれをその電線に通電させて、当てて通電させてるんですよ。で電車って走ってるんですね。で、新幹線って1往復か片道かどちらかで、パンタグラフの上の方のところ交換しなきゃならないですよ。大阪から東京ぐらいだったかもしれないし、東京から福岡、まあこれだと話は距離が倍ほど変わってくるんですけども、とにかくね、まあ、1日ぐらいの走行で交換しなきゃならないと。つまり、すり減ってるんです。通電させながらものすごい勢いで走ってるでしょ。だから金属は消滅してるんですね。だから、リニアモーターカー、イコール、まあ、最終的に自然再生可能エネルギーの私の提案の内容を全て物事進めれば、自然再生可能エネルギーでほとんどの電力はまず絶対作れるんですよ。で、そうなってくると、ガソリンとかを大事にしておかなきゃならない。航空機飛ばしてするのに。一応まあ水素の方向の話はしてるんですけど、基本的にはガソリンだし、そのガソリンの飛行機を長年メンテナンスして、をして使うから何十年も使うんですよ、ね、だからいきなり水素の飛行機なんか飛ばせるわけないんですよ。で何で節約するかって言ったら、まあ、自然再生可能エネルギーで、まあ、火力発電所とか、稼働しなくなったらガスと石炭が、節約できますよね。で、まあ、原発云々のところもそうなんですけども、電気自動車化した時にやっぱり電力云々が必要。ただし僕の自然再生可能エネルギーの案が全て物事を進めばものすごい電力を生み出します、本当に。で、そこまでたどり着くとリニアモーターカーって浮かせてるんですよ。パンタグラフじゃないんですよ。っていうことは金属消滅しないですよね。その代わりすごい電力によって浮かせてるんですよ。でマイナスとプラスを交互に発生させることによって加速させていくんですね。だから車輪も金属だからブレーキとかでブレーキパッドとか交換されたことある方だったら分かると思うんですけど、車例えば通勤とかで、10年以上乗ってたりしてブレーキパッドを交換したことがあるとか、金属は接触すればブレーキかけるときね、ブレーキパッドで止めてるんですよ。金属の板を当ててね。で、金属が消滅していってるんです。で、街中とか見ていただいても分かる通り、例えば黄色い円柱とかで車が入ってこれないようにしてる歩道のところとかありますよね。ああいうところ、僕は家の近くのところを撮影しに行ってますけども、一番そこのところなんか錆びて、もう空洞ですよ。ね、錆びるんですから。金属にも限りあるんですから。で最初からリニアモーターカーっていう形で、それはもちろんお客様がどれぐらいいらっしゃるかとか、そういう話になりますよ。都市間を結ぶものですから。いや、アメリカものすごく広いから、日本と同じような感覚で物事考えて、西海岸から東海岸までそんなものいちいち引いてたら、それでエネルギーがだいぶなくなるでしょっていう話になるんですよ。ね。高速道路みたいなものも、ね。作らなきゃならなくなるんですから、山の中くり抜いてトンネル工事とかして、それはそれでエネルギーいるでしょ。
まあ、ちょっと話だいぶそれましたけども、やっぱりカジノ法案について、安倍さんはカジノなんか作りたくなかったはずですよ。だからそのカジノ法案に誰が物事を乗っかって進めてきたかっていうことなんですよ。僕はパチンコ店なんかいらない派なんですよ。もともと。いや、そのエネルギーの残存量問題考えても、例えばそこのビーガムっていうところがあるんですけど、パチンコ店。結局みんな車乗ってくるでしょう。そもそものところで。で、ガソリン消費するでしょ。で、景品場が見えてるから、あれ確かお金に関係してアウトだったはずですよ。カジノ法案があってもアウトのはずですよ。だからそれを、のらいくらりと交わしてた連中とか、正直ね、警察官とかもそういうところでしっかりと取り締まれない警察官なんかいらないんですよ、はっきり言って。その辺のところは、一回強盗裁判、強盗裁判所で、でも判決いいかなと思ってるんですけどね。高等裁判所の判決もなかなか覆せないですよ。で、控訴して最高裁に行ったとしても棄却されるケースが多いですから、最高裁で物事固めても僕はいいんですけどね。ただちょっと僕費用的に時間的にも対応しなきゃなんない物事が多いんで、正直けど国会議員の人でカジノなんかそんなに喜んでた人いましたっけ？あんまりいなかったでしょ。ね、三振と以内の請求どうせ払える人間なんかいないですよ。こんなことだったら国会議員なんかに立候補するんじゃなかったの話になりますよ。だから事態甘く見てるんじゃないですかって。エネルギーの残存量問題か何から何までね。だから僕や安倍さんたちがしようとしてたことをよく分かってなかったんでしょう。で、僕を精神病院とかに連れて行って、あの変な薬飲ませてね、あれ最悪な時自分で自分の顎をゴリゴリし始めるんですよ。あれ神がかり的な力使われていて、あのプロ野球選手とかでもね、こう自分で顎を動かしたくないのにこう動いてる時とかあるでしょ。あれを全部まとめて僕の方に集めてきてると思うんですよ、その薬飲んだ時にね。だからちょっとね、そういうように薬での暴力プラス神がかり的な力の暴力で僕を黙らせようとしていた勢力、まあパチンコ業界なのか知りませんけども、もともとパチンコ業界の歴史は知ってるんですよ。戦後復興の頃にまあどこからどこまでこの話も本当かわからないですよ。例えばね、関東大震災の時に朝鮮半島のその頃は朝鮮共和国だったと思うんですよ。朝鮮人民共和国だったかな。で、まあ、お互い本当は戦争したことないんですよ。で、日本の、領土として併合していたんですけども、あと台湾と、まあ、小さな国3つぐらいで集まらなかったら、北はロシア、西は中国、東はアメリカで、周り、超大国で我々囲まれてましたから。でね、この話ちゃんと聞いてもらったら分かると思うんですけども、デマが出回ったんですよ。その井戸に毒が投げ込まれたとか、でその犯人は、朝鮮半島の人だとか言うんですけども、髪の毛みんな同じ黒色でしょ。判別さんがつきます？今でもだってね、韓国系とか北朝鮮系の人たちとかもいるっちゃいるでしょ。だって学校があるんですか、日本国内に。ね、隣の家の人とか、その隣の家の人、その家系たどって何系とか台湾系とか中国系とか分かります？今でも分からないでしょ。そんなもん100年ぐらい前の関東大震災で分かるわけないでしょ。だからデマは出回るんですよ。だからちょっと話それましたけども、まあそれはそれでなんか YouTube の題名つけて置いとかなきゃならないかなと思うんですけども、パチンコとかその朝鮮半島の系の人たちに与えた仕事だとか言われてるんですけども、皆さんそれどう思います？資本が元なかったパチンコ店なんか開けないですよね。結構土地、ね、面積必要でしょ。建物大きいでしょ。土地代プラス建物代で数億はかかるでしょ、大体のパチンコ店。あと駐車場かなり広い。
ね、どっからお金流し込まなかった、無理でしょ。第二次世界戦争とかあったんですから、朝鮮半島だって、ね、朝鮮人民共和国だって、北朝鮮と韓国に分かれた、まあ、当時はクーデターというような形で表現すればいいんですかね。もうほとんど代理戦争ですね。だから、まあね、もう今の世代、別にロシアのせいでもないし、今の中国の人のせいでもないし、今のアメリカの人たちのせいでもないし、だから、その辺のところはね、みんな国連作ったんだから、みんな仲良くしなきゃならないんですけども、そうね、朝鮮半島系の人たちのために与えた仕事はパチンコ店だったっていうのをテレビで放送してるのを見たことあるんですけども、そこからして話なんか嘘っぽいでしょ。なぜそんな大きなお店開けるだけのお金あるのって。ね、多分これね、朝鮮半島はどうこうじゃなくて、中国系がどうこうじゃなくて、エロ業界側だったかどうかなんじゃないですか。本当はそうでしょ。まあ、パチンコ店で働くっていうことはどういうことかっていうところを確保しておかなきゃなんないよって、誤解されるよって、若い人たちにはね。とりあえず、唐戸台の近くにあったパチンコ店はなくなってますよ。有馬口。だいぶ前。で、港川の方のところでも、神戸市兵庫区。うん、何店舗なくな、な、何店舗かなくなってるから、本当に。いらないから。いるかいらないかで言うと。はい、いらないなって。簡単。どうせ景品場作ってしまったんでしょう。それアウト。もう撮影してる。ビーカン。景品場作っと。で、そこに来てしまってるんでしょ。片っ端からナンバープレートをね、メモしましょうか。で、車売却させたったら、ね、ね、国庫に返納させて、あとまあ、こちらの、取り分。もともと僕はっきり言ってますから、ギャンブル関係はいらないって。上司とかで、なんかサンプレスロックを勤務時に、近くにね、麻雀屋ができたんですよ。で、上司が麻雀しに行こうとか言うんですよ。でも、いや、食べ物が仕事終わりだからお腹空いてるでしょ。で、注文食べ物とかしたら、焼きそばなんですけども、インスタント麺の焼きそば、美味しいのは美味しいんですよ。美味しいのは美味しいんですけど、これで、値段いくらだったかな、500円だったかな、まあ、なんせ高いです、本当に。飲み物何にしても。いやね、元飲食業の人間から、まあ、ホテルマンももともと飲食業です。だから、まあ、焼肉屋とかいろんなところで学生の頃働いてますから。いや、公正取引委員会の目から見たらこれ違うでしょって、飲食店とかは数打って稼ぎがあるかどうかの話ですから。だからそこで自分たちで効率性求めて、メニューの数絞って対応すると、そこに需要と供給があるかどうかだし、だから麻雀店なんか連れて行かれたら、場代取られるからお店にお金払わなきゃならないんですよ、一択借りるのに。1時間だったか、2時間だ、30分ごとだったかも忘れましたけども、インターネットで麻雀ゲームがあるでしょ。だから僕はもうそれでいいって言ってるんですよ。麻雀そんなにしたいんだったら今時もインターネットゲームがあるんだから、そういう人はいいじゃないのって。無料であるからって。で、またパチンコ店って、うるさいし、まあ外には音は聞こえてないんですけども、中入ったらね、だからその友達とかで連れて行くやつとかいるでしょ。僕も連れて行かれたものなんですよ、友達に。もう、もう自分から行かない、行ってないんですよ、パチンコ店って。競馬はね、何回かいますね。もう勝ってるうちにやめました。もう、だからそれが一番賢い。どうせ負けた後で嫌になるから。
あとはスポーツ感覚で競馬の試合とかは見たりと勝ち負け取り組んだりしてますね。G1 何勝もしてる時の馬の状態って、なんか僕はスポーツの勝ち負け他でしてるでしょ。で、遊んではならないルールとかあるでしょ。その辺のところでその日一日つながってるんですよ。凱旋門賞はなかなか難しいんですよ、最初から。遊んではならないルールでしょ。だいたい夜の22時頃なんですよ、夜の10時。大体それぐらい。それも、でも毎日連日、プロ野球の試合あるでしょう。そんなに悪いことしてるやつがいるんだったら、点数に変えてしまえ、みたいなね、ことも、海洋教本違反だって、どうせそんなに一時、その辺歩いてる人一人一人裁判できないんだから、住所とか特定して。なんか話ね、整合性合うでしょ。新海地とか元町とか、もう大体三宮って僕歩いて行くんですよ。お金かかるから。大体港川の駅から。これ言ったら言ったで、待ち伏せ行為とかしてるでしょ。だからストーカー行為法違反、付きまとい行為。待ち伏せしたら、さらにその待ち伏せ集団。もういらんこと言ったら挑発行為。類犯過重。で、これ何回もしてたら、あと、併合罪。で、何回もしてたら、累犯過重。それを罰金刑。民事で。会社とかで罰金とかは法律的に、絶対しちゃダメだっていうことになってるんですよ。会社で身勝手に罰金求めるのなしですよ。それは、脱法行為ですから。ちゃんと裁判所。あんなに絡まれた後なのにっていう話になるんですけども、まあね、西本町から三宮の方に、まあ大体市役所関係か、まあごくたまに県庁、行ったりするときに、髪の毛染めてる人間が声かけてきたりとか、挑発行為とか言ってくるでしょ。もうそいつら点数でええやんって僕は思ったりしてるんですよ。いいでしょ、海洋基本法違反で。挑発行為とか言ってきてるし。もう何点あるか分かんないですよ。安全なルールで行くんだったら、まあそいつらの顔を使ってとかいうことになるんですけども、一晩寝たら顔なんか治るから、まあ、罰金払わされるぐらいだったら その方がいいですっていう人間いますし。先に僕が絡まれてるんですよね。挑発行為とか言われてるでしょ。ストーカー行為違反とか相手がしてるでしょ。みんなちゃんと自分の運転免許証とか見せて、自分の名前と住所、電話番号、正々堂々と名乗りました？しないでしょ。その時点で無理ですよ。正々堂々さがないから。だから会社の上司とかについてきて、キャバクラとかに人生で2回連れて行かれてるんですよ。だからその2回以外僕行ったことないですから。絶対自分から行かない。もう行くときも調べるときだけ潰れてるかどうか。まだあったんここって。本当はもうその業界めちゃくちゃ腹立ってるから僕。もう銀行の人間とか働きに来てるから。本当、そういうやつが貸し出しの窓口とかにいたの。全部バレてるの。それで一回三井と住友合併させてるから。もともと旧三大財閥。ね。一民間人が抵抗できないと思った大間違い。本当の話。皇室の人たちとの人脈がある。法律もかなり結構知ってる。歴代の総理、ほとんど淡井圭介と会った人たちばっかり。大臣なんかもう50人以上いらっしゃるんじゃないですか。そんなすごい人にあなたたち喧嘩売りに来たのって、やった後やん、あなたたちって。本当に裁判分かってますっていうこと。だから家事の方はもう賛成票を入れた人たち全員三振取りないで差し押さえ、
安倍さんはけどある意味仕方がない分ある程度あると思いますよ。あれだけ外交を飛び回って、何言われたのか知らないですけども、他国間とのその会議の準備、書類の山で本当に追われるから、それはもうしょうがないとしても、他の、あの国会議員っていう人たち、本当は知事、市長とか混ざってるんでしょ。いや、だから、国会議員の人たちの選挙、各都道府県、あんまり数いないでしょ。衆議院とか参議院とかで100人、200? 衆議院で200何十人でしたっけ?参議院で100何十人でしたっけ?もっといましたっけ?なんせ数多かったでしょ。まあ、とにかく撮影してるね、国会の席の数見たら分かるじゃないですか、人の数と。衆参両議員でしょ?あんなに数あるでしょ?今そら知りませんでしたでは通用しないですよ、本当に。まあ、僕の労働関係で、ちゃんとババって名乗ってる人が、丁寧な言葉でね、何て記載したか、まあ、僕の YouTube のコメント欄見てもらった方が分かりやすいと思うんですけども、まあ、見上げた勇気ですっていうことで、丁寧な言葉で、記載されていました。あとね、労働教育委員会か何かですかね、何かね、労働関係の何かこう、まあ、建物の写真、まあ、僕の方からは見れるんですけども、一般人の方の方のところにはそれ載ってないんですけども、まあ、そこはね、短い言葉で、淡井さんのおっしゃる通りですって書いてるんですよ。ちゃんともう、法律ある程度分かってるから、もう、ベルシステム24の3打支店の、まあ、2番手なのかどうか分からないですよ。他に総務部とか部屋が隠れてあるから。だからそこの、広いところで、パソコン何百台と並べてるところで、100台以上は絶対あります。で、200軽く超えてるのかな。まあ、そこのね、中央のデスクで髪の毛染めた、またもう、ねえ。淡井君、ここ裁判所じゃないからって、法律のことで僕は説明したら、そういうことを言った人で、もうそれだけで分かるんです。あ、ここも何かやってるわって。ね、指示出す人間がそんな調子だったら、他の人間は法律真面目に覚えようとするわけないじゃないですか。いいですか?マニュアルで暴力団と関係持っちゃならないって、僕、経団連に言ったんですかね。もう今から10年ぐらい前に。マニュアルしっかり作ってくださいよって。僕働きに行ったらちゃんと仕事してるかどうかバレてるから。一応棒読みで言ってるだけ。暴力団とはエロ業界のことですってなぜ説明してないんです?足りてない。あ、仕事できてない、できてない。全然足らない、足らない。もういろんなもの。まあ、キュリースタッフィングさんも。まあ正直どうせそうなるだろうなとは思ってましたけどね。ジムで出てくる女とかがもう、あ、こいつ法律分かってないくせに偉そうな態度になってるなっていうのは分かるから、実力ないくせに本当に、いろんな人間が交代交代で、社会保険入りますか入りませんかってもう3回も聞いてきて、ピンハネしようとしてるんですよ。厚生年金っていうものは、介護保険料っていうのは半分会社の負担だから。はい、社会保険に加入してない人間の方が安くなるから、人件。ベルシステム24とマーキュリーステッフィングでどういう風な話し合いしてたのって。音声全部出てきますよ、裁判だったら。結構規模大きいから、その方向で裁判所動いてくれる可能性高いですよ、エッシロンとか。うまく使って。まあ、エッシロンはシステム名だと思いますけどね。人間の音声、100年分保存してるらしいですよ。全国紙の新聞で載ってます。で、エッシロンについては、世界丸見えとかでもね、放送しますよ。詳細。たまに、載ってます。インターネットで調べてもある程度のことは書いてますよ。っていうのはね、その電波でコンピューターから心の声の方で、僕は子供の頃に話していた父親との会話、小学生ぐらいの頃、
かなり幼稚園か保育園かな、それぐらいの頃の声を聞かせてきましたから、それで僕も思い出した方だから、ああこれは本当だって。スーパーコンピューターってものすごい能力だから甘く見すぎ、本当にいろんなところの会社の上の方の人間、こいつこれで基本給30万とかもし40万超えとったらもうどうなるかっていうことですね。もう本音でこういうふうなものの言い方した方が立場わかるから、もう髪の毛染めてる時点でこの人実力ないなってわかるんですよ。でまたお腹がものすごい出ていて、その男性絶対大したことないわって、もう癒着でそこの会社残ってるだけでしょ。せっせせっせとピン跳ねして、本当にどんな家買ったのか、どのような車乗ってたのか、これでパチンコなんか行ってたら本当にもうパチンコ店なんか暴力団とつながってるケースいっぱいあるのに、今まで。そうそう、東山商店街の近くのパチンコ屋さんも閉店しましたね。あそこね、パチンコ屋さんできる前もともと何だったか知ってるんですよ。銀座ジュエリー巻き無理、宝石なんかなかなか売れん、うんうん、もう 百貨店とかああいうようなところぐらい多いと思うの。でも今時もみんなお金ないから無理。これだけね、バブル崩壊が1990年だったでしょ。でもうこんなシステム、土地の値段上げていって、その経済がね、高いような、価値があるような、通貨の価値が高いような、見せかけだけの社会なんかどうせ無理だったんだっていうことで、証券会社の人たちもみんな株、バーンってもう投げ捨てたでしょ。株式市場でもう手でこうやってなんかこういう風にしてなんかこう合図を送って株の売買人間がしてた頃、もともと1920年にアメリカで証券会社と銀行が詐欺だって、詐欺罪だっていうことでもう議会で立件されてるんですよね。国会っていうところは裁判所と同じような機能があるところですから、だからね、もともと本当は証券会社の人たちもこれまずいんじゃないかって分かっていたから、株がどんどん上がっていった時点でね、土地の値段とか上がっていった時点で、一時期世界のベスト30かベスト10に資産価値でね、日本の会社がほとんどだったんですよ、1980年代で。その頃は GDP 世界第2位なんですけども、だから通貨の価値を異様に高めて、その価値が高いように見せかけてただけなんですよ、円という為替相場をね。そんなものは通用しない、連鎖倒産とか発生するから。だって貿易輸出ができなくなるんだから、円高だと買う方が高かったら買えないでしょ、簡単理屈は。で、まあ阪神・淡路大震災があったでしょ、で新潟中越地震が2回ほどあったでしょ、で東日本大震災が、あ、その前に北海道で大きな地震があった、で東日本大震災があった、熊本の大地震があった、絶対無理ですって、人口さらに少子化なんだから、もう宝石類なんか無理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 、本当にもう叩き売りするしかない、本当に。海外でどっかで買ってくれる相手がいたらさっさと売却、もうそれは賢い方法、もう世の中に本当は出回った後だから、宝石類は。あとはもうそれをせっせっせと磨く人たち、磨き屋さんもなかなかないでしょ。百貨店の中でたまになんか現れたりしてませんでしたっけ、宝石類を磨いてくれる人。ちょっとね、話はだいぶそれましたけども、もうカジノ関係とかギャンブル関係がいかにダメか分かったでしょ。で、オートレースとかボートレースも私はいらないと思ってますし、だから法律を削除したらできなくなるから、違法行為になるから。パチンコ店の法律なんかありましたっけ？それこそ法律見ました。もう棒読みで言ってる時点でもう分かるでしょ。さて、何件のパチンコ店が倒産したことでしょう。
それ動いてくれる警察官、動いてくれますよ。ちょっと今度ビーカム見に行ってこよう。なんかパチンコ店が動いてるかどうか。景品所はもう完全に映像で抑えてますからね。誰か証言者が出てきたら終わりですよ。サンパレスロッコの勤務者でお金に変えてた話していた者いましたよ。証言者。証言したら確かお金もらえてたはずですよ。まあ裁判所で様子見ながら、今でもその人物の名前覚えてますから。私は言ってないですよ。けど彼は、お金に、みたいなことを言ってましたよ。ビーカム、はい、終わり。さて、2002年からこんなに長年かけての違法行為を支払いしていただく金額はさて、おいくらか。カジノ法案の中にどこにパチンコ店なんか書いてます？判例であったはずですよ。お金に換えちゃダメだって。なぜかっていうと、競馬が農林水産業の、農林水産省の下で行われてるからですよ。25%は国の取り分。所得税の控除、馬券、無理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 。それこそそんなもん、どっからどこまで本当かわからない。変なニュースいっぱい流して、本当にもう。以上です。岸田さんもカジノ反対派だったらしいっていう話、俺らのこともバレるわっていう声、電波でも聞こえたから、さっき。わかるから、コンピューターがこっそり教えてくるから、コンピューターも本当はこの状況まずいって思ってるから、無駄にエネルギー消費する遊び。もう、もともと遊園地なんかもう40年持たない持たない、もうほとんどすぐ倒産する。安心。阪神甲子園の甲子園球場の近くに阪神パークってあったんですよ。で、そこに、まあ、遊園地とかあったんですけども、もうやっぱりすぐ倒産しましたよ。宝塚ファミリーランドも同じ。無理無理無理。なぜか、冬は寒いからお客さん来ない。簡単。で、あと、やっぱり昔からジェットコースターとかで事故起きてますから、まあ、僕のホームページでどこからどこまで本当かわからない、YouTube の動画ならアクセスできるようにしてますけども、あれも本当にあった方かもしれないですよ。で、少なくとも僕は知ってるのは、停電が起きて、ジェットコースターが止まって、ぐるって回るところで、で、上から下に人が落下して、死亡した件とか、人が飛んでいった話とか、あれもともとベルトしてないでしょ。上からガチャってかけるだけでしょ。ガチャって外せるから、簡単に。もともとは。今どうなってるか知らないですよ。ベルトつけてるのかどうか。本当はベルトじゃないと危ないかな。人が飛んでいくことがいくらなんで分かるだろうって、そこまでして金に狂ってたのって。そこまでして遊園地なんか開いてジェットコースターなんか作って金儲けしたかったのって。で、だいぶ前に、何期白浜か、もうこれ、誰か言っておかないと、解体工事に入らないでしょうし、新たに作るもなし、もしかしたらもう解体工事したかもしれない。木製のジェットコースター。一回作ってる、何十年か前に。もう雨とか当たったらもう木弱っていくから、ベンチ見たら分かる、木のベンチとかもうボロボロなってるから、20年ぐらいで。もう10年でもボロボロなってるんじゃないですか、直射日光と雨で。もう世の中捕まらなあかん人間ばっかり。で、保釈金。だからもう三審問い内の請求。本当にそれで悪い人たちの口座とか土地とか建物とか車売却させたら、国庫にお金は返納できるでしょう。ね、消費税上げなくても済む話になります。
以上、万博自体がいらない。カジノ、論外、オリックス。お金どっから集めてきたの？証券会社？無理やで。以上。